よろしくお願いします。週刊ウニュです。ウニュッとした動画を作ります。はい。岩井まさかです。よろしくお願いしはい、ま三好淳一です。よろしくお願いしす。はい。じます。ゃあ、また提案があるということで、は三い。好さん、教えてください。このところ、なんか紙を重ねるシリーズが、続いておりまして、はい。三角形は、こっちだけか。正方形と正六角形とやってきたんですけども、もうそれで終わりかなと思ったら、まだこういうのが、これはですね、まあ、正方形に切り込みが入っていて、斜めの切り込みのところで、こう、巴に絡まっていくというな感るじなんですけど、これを、まあ、平面に正方形敷き詰めたところから始めるとどうなるかなっていう感じのことですね。まあ、ほど。絡ませ方としては、こいつの裏側を見るとこんな感じになってるんですけど、まあ、こっちの方が派手なので、そういう感じですええ、つまりそれの、これでは真ん中に絡まったところが1個だけど、ね。だけど、そうなんです。これが右上、右下、左上、左下と全部そこに入る感素晴らしい、そういうじにこなとりでます。すか？はい。それがですね、ここにあって、まあ、流れとしては、まず、一箇所絡んで、全部潰すとこいつだけになって、で、そこを突き抜けられれば、こうなるんですね。突き抜ける。おお。まあ、どうなってるのかよくわかんないです線けど。が、斜め線がずっと入ってればできるってこと？斜め線が V の字に入ってればできるのかな？わかん V ない。の字？でもだから、X に入ってると思えばできるんですね、きっとあ、ね。X。うん。あ、X ね。あ、そうですか。まあ、それはい。は別に、それはリアルにもできるっていう意味だよね、きっと。んリだアルっとて思いうのいは、ます。ちょっと、紙でもバラバラになるのを うまく手で押さえて やればできるかもっていう。まあ、それはそうかもしれない。で、まあ、そんな感じで、全体として、正方形並んでたのが左回りに一つ動くのかな。ああ、なるほどね。で、つまり、こう、くるくる回るんですけど、途中はだいぶ中心に寄った感じを通るってことなのか。それはつまり斜め線で行くってことか。斜め線。つまり、その緑の正方形に着目すると、左斜め45度下にシャーって進んでる意味かな。左斜め。あ、違うのですか。どうでしょう。左斜め45度でシャーっとああ、で進んも、でそっいっか、そって、か。えー、あそいして、と。抜けるときは、別な線をたどって、あ、そっか。左上に45度で上がってくるのかな。あ、なるほど。だから、こうい、ん、違う。どこ？緑ってこれでしょ？緑色に着目すると、まずこうい、そうこう降りですね。て、こう上がるみそうたいな。ね。だから、変形としてはもしかすると、進パーッむとな、行こきれ。過ぎるのもできるんだね。まっすぐに。ああ、できるかもしれない。けええ。ど、そこの時、ここのつながりがどう見えるのかがちょっと気にああ、なっそう、て。違うのか。小さい三角形に、長方形がくっついてる図を描こうと思うと、右につくか左につくかかな、みたいな。ああ、一旦、何、その一番ちっちゃいのになっちゃえば、まあ、どこへ行っても同じ風になるけどね。どうでしょうか。違います左下に抜けると、この三角形との接続がよくわからない。あ、まあ、そっかそっか。だから、この裏の状態が出てくればいいってことか。か？ああ、そうですか。なるそうほどかもしれね。ない。ああ、表裏でね。そうああ、そう。なんだ。まあ、そ突きれ抜はけそういう。て、
突き抜けて左下に行くと、右半分がこういう状態になるかもしれない。ああ、それもいいですね。うん。けど、まあまあ、じゃあ、ファーストインプレッションで。はい。じゃあ、でこれが繰り返されると、ウィングジードですね。うん、繰り返されるとどうなるかが下にあって、お一応こういう、目論見では。ええ。なんか面白くなるんですね。うん。これちょうど、さや型的な、この伝統文様で言うと、さや型的な感じと。さや型っぽいですかね。うん、通るという感じとこですね。さや型、うん、さや型って大岡越前だからなんかの後ろに。あ、商店の後ろにね。商店の後ろもあるのか。緑。あら？どこ基準で言うか、まあ、ここ緑、まあ4色のここでここな長四角に着目すると皆さん対象であるという、うん、あ、なるほどね、はい、なるほど、なかなか複雑な、そうそう、見た目複雑だけど、まあやってることはこれだということで、今まで、まあどれもそうなんですけど、まあまあこの紙が重なるみたいなやつは、式を失敗して書くとですね、うんうんうん、もう断然複雑な模様が描けますね。意に反してすげえ複雑な模様が描けますよ、実はね。だからそんなのも面白いですね。これまでの重なる系は、その、回転対称性は、あるけど共栄対称性がない状態だったんですけど、こいつは鏡写しで、例えばこのなんか紫の真ん中ぐらいに鏡を置けば左右対称みたいな、うん、なるほどね、うん、そういうやつになってますね、はい、じゃあこの重なり方はまあまあつってまあ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 、ワンパラメーターでいけるんで、きっとそんなに難しくならないのかもしれないですね。まあまあ、やってみますね。うん、っていうか、もうそこに書いてあるから、その通りに作ればいいんだな。はい。じゃこれはできますでしょう、はい、きっと。はい。なんだろう、回転を伴わないだけで、今までのよりは簡単かもしれないですね。ああ、そうですね。格子がこう、伸び縮みする間、あ、いや、そうですね、ま、回らないっていう。回らないんで、もう、一個簡単かもしれないです。うんうんうん、色は、それも、ここのでいいんですか？そうですね。一応、まあ、だいぶ淡い感じで。淡い。スミレ畑の、なんか、淡い。すごい、なんだろうな。なんでしょうね。こういうピントの合ってないスミレ畑みたいな。こういうボランティアで売り物を作るとこんな感じ。なんだかわかんない。いや、もう別にボランティアをバカにしてるわけではない。わかんないけど。はい。なんか優しい感じの、ね、優しい。はい、うん。はい、じゃあこれはこれでわかりました、ね。はいはい。じゃあこれは作ってみますので、ね。それでは、こんなところで、はい、じゃあ、チャンネル登録と、高評価ボタンと、あと、まあ、なんならコメントもください。じゃあ、これで終わります。はい、どうも。はい。